上りホーム下りホーム、熊山駅は、岡山県赤岩市線からだにある、西日本旅客鉄道山陽本線の駅である。駅番号は、JRS08。赤岩市に唯一存在する駅であり、JTB 時刻表では、市の代表駅とされているが、市役所のある、下市地区へ行くバス等の公共交通手段はない。また、合併前の旧熊山町の中心地松木地区も、 当駅からやや離れている。当駅を最寄りとして、岡山城寮中学校、高等学校があるため、平日の峠工事時間帯にはそこへ通う学生で、大変混雑する。もともとは、単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ、地上駅であったが、2014年時点で対比線の、河川は、 撤去されており、旧3番乗り場が2番乗り場に改版されている。そのため現在は事実上短式2面2線となっている。駅舎は、姫路方面行きホーム側にあり、島式の岡山方面行きホームへは、古線橋で連絡している。この古線橋は2009年2月に、近代化産業遺産の認定を受けた。無人駅。現在は、和系駅の駅係員が巡回。 サポートを定期的に行っている。愛子か利用可能駅。便所は改札内に男女別の推薦式がある。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。